前回は私の部屋はいとこ部屋の隣だったのに。なるほど、今回は私の部屋を遠ざけてきましたか。ゲームマスター権限で許された範囲の初期配置の変更です。妥当な所定かと。まあその方が私もいいです。あのクソガキどものトランプで遊ぶ黄色い声なんて聞きたくもありませんから。これいかがしましたか。やられました、バットラメ。周到ですね。これではダメです。ええ、粘着力ほとんどないです。これじゃあ赤き真実には至れない。綺麗に剥がすことが可能です。これでは封印を示す証拠にはなり得ません。バトラもそこまで見下げ果てたほど無能じゃないってことですね。おそらくゲームマスター権限でこの島のすべてのガムテープに干渉したんでしょう。おそらくガムテープに代わる品もすべて干渉を受けているに違いないです。ですね。ま、良かったことにしておきます。おかげでこの冷たい雨の中、みっともない姿で外壁を這い回らなくて済みますから。事件が起こるのをパイプ吹かして悠然と待つのも探偵のたしなみですし、あんたもどうせ第一の番が発覚するまで出番ないんですから、どこかに姿消して一服でもしてたらどうですか。私の顔なんか見てても疲れるだけでしょうし。タバコは吸わないです、子供ですので。そうですか、私は吸いたいです。出演者たちが歌うほどの気分を爽快にさせる効果があるならの話ですが。ご機嫌が優れられないようです。そう見えます。エリカ卿、お尋ねしてもよろしいですか。内容によります。多分ノーですが一応暇つぶしに聞いてあげます。何です。なぜエリカ卿は魔法を嫌われるのですか。ああ、さっきの下のマリアとのやりとりの件ですか。あんなの子供騙しのくだらない手品です。誰だってわかっています。ああまでして幻想を打ち砕く必要があったのですか。私にはわからないです。自称知的蹂躙者としましては、魔法なんてもので
真実をうやむやにすることが許せないわけです。それを暴くことに愉悦を感じられているということですか？私には他の感情が感じられます。他の感情？何です？愉悦というよりはもっと何か別の負の感情を感じます。やっぱりあんたはただの殺人人形です。その目も節穴みたいですね。失礼しました。許してほしいです。今、何とおっしゃいましたか？あなたのことが好きです。ありがとうございます。以前は別の子と付き合っていましたが、今は完全に切れています。周りの人たちは僕たちを妬んでありもしないことを言いますが、気にしないでください。俺は君に生涯の全てを捧げるから、君も俺に全てを捧げてほしい。二人で一緒に幸せになろう。新しい財布。ん？変な猫のキーホルダー。趣味の合わないアロマオイル。演劇の先輩に借りたという趣味違いの音楽店。先輩の付き合いで断れなくて、急にバイトが入っちゃって、ダチの電話が長くてなかなか切れなくて。
愛がなければ見えない、逆なんですよ。愛なんかあるから、ありもしないものが見えてしまう。私は今幸せです。仮とはいえ、真実の魔女になれて、今の私はもう赤くない言葉に苦しめられなくて済むのだから。あんたなら私のエンドゲームどう返しますか？私ですか？あの凡庸な男じゃゲームの相手は務まりませんでしたから、あんたならどう返してくれるかと思いまして。初手、私が浮気している証拠の提出を要求します。青木真実で反論、構築に状況証拠、物的証拠84点提出。青木真実で反論、今も愛し続けている状況証拠、物的証拠を6点提出です。グッド。青と青では相殺ですが、構築する駒の数が圧倒的ですね。次なる手は攻守逆転を狙います。逆にエリカ卿が浮気をしていない証拠の提出を求めます。パーペチュアルチェック、お互いが同じ質問を無限連鎖する千日手となりますから、禁じ手です。では証拠なくも現在もエリカ卿を愛していることを率直に表明します。赤き真実でないから無効です。仮に赤かったとしてもそれステイルメイトです。私に反論する手がなくなりますから。他に手は？真実を守る魔女狩り大司教？いえ、ギザインです。ね、ほら
見事なゲームです、エリカ卿。探偵は勝利して当然ですから。あなたはベルンカステル卿の駒になる以前から実に見事な青き真実の使い手です。しかしエリカ卿、人間に許されるのは青き真実だけです。そして青き真実に反論できるのは赤き真実だけです。そして赤き真実は人間には許されていません。ならばどうやってあなたのお相手は彼の真実を示せばよかったのですか。さあ、赤き真実に時に勝るとかいう例の黄金の真実とやらでも持ち出したらどうですか。ゲームは確かにエリカ卿の勝ちです。しかし真実の守護者として申し上げます。何です、どうせ不愉快なことでしょうから、それを言ったらとっとと消えてください。はい、確かにこのゲームはエリカ卿の勝ちです。しかし私が示したあなたを今も愛している青き真実の証拠6点は未だ否定されていません。あなたさえ人間、それを否定する赤き真実を使えはしないのです。探偵権限で84点の証拠を赤き真実に後に昇格させました。我が主のお力によって、私は人間にして人間を超えた存在、探偵にして魔女、真実の魔女、フルド・エリカです。他に質問は。捨て台詞はありません。それでは失礼いたします。5日の幕開けです。今頃どこかで今回の殺人が起こっているんでしょうかね。今回の犠牲者さん、せいぜいいろいろなダイイングメッセージをよろしくお願いしますね。に相談しなかったの。あなたの人生を最後まで支えるパートナーの話なのよ。そうだよ、生涯一緒にいたい女性なんだ。だからこそ真剣に決めなければいけないんでしょ。どうしてそんな軽率に。もう関係を、子供ができたとか言われて結婚を迫られたんでしょう。失礼だな、僕は。